グレーハウンドカナダのバスグレーハウンドカナダは長らくアルバータ州カルガリーを拠点としていたカナダ最大の中長距離バス会社イギリスのアパディーンを拠点とするファーストグループ社の子会社でありグレーハウンドバスラインズとも提携しているカナダ国内に約1100のバス停を抱え年間利用者はおよそ650万人2020年5月13日より 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全路線で運行を停止した後、その1年後に国際路線を除く全路線を廃止した。1929年設立当初は社名をカナディアングレーハウンドコーチ社としてアルバータ州に本拠を置いた。1935年にグレーハウンド USA と合併したが、1987年に売却され分割される。 経営は、レイドロー社に引き継がれた後、1999年に、再び旧親会社のグレーハウンド USA へと提携することになる。1998年、グレーハウンドカナダは、ボアヤジャーコロニアルバスラインズを買収し、その後間もなく、オンタリオ州中央の PCML コーチラインズの、九州合併により、同州の南部及び、中央地域の地盤を固めていった。 2018年5月30日に、ブリティッシュコロンビア州北半分の路線と、ユーコンジュン州内の路線、プリンスルパート、プリンスジョージ、ベールマウント、プリンスジョージ、ホワイトホース間の路線から手を引き、運行は、州営の BC ノースバスに継承される。さらに、同年7月9日には、オンタリオ州サドバリー以西の路線を、同年10月31日に全廃すると公表した。 2021年5月13日、コロナウイルスによる利用者数の減少により、全路線が運行停止、全260人の従業員が解雇された。その1年後に、路線は再開せずそのまま廃止されることが発表された。2018年までの長きにわたり、グレーハウンドカナダは、カナダ国内の州と準州を合わせ以下の8つの地域で、バスを運行していた。アルバータ州。 プリティッシュコロンビア州、マニトバ州、ノースウェストン州、オンタリオ州、ケベック州、サスカチュワン州、およびユーコン順州である。通勤通学オンタリオ州南部では、通称、クイックリンクで知られる通勤バス網を以下の都市で運行する。運行地域外を目指す旅客は、次の定型バス会社へ乗り継ぐ必要がある。アメリカが目的地の場合は、 主にグレーハウンド USA を経由することになる。所有する車両数は480台あり、提携会社などを合わせると運行台数はさらに多い。現行の車体は以下の通りである。旅客に加え宅配貨物業務をグレーハウンドクーリエエクスプレスから受託している。バスの運賃は距離に応じる体系のほか、割引乗車券制度を採用する。 路線数が膨大なため詳細の記載は割愛するが、割引の条件を以下にまとめる。これらのうち、乗車日14日前に購入すると最も割引率が高く、対象は全路線ではないものの、通常料金の約1、3の運賃で利用できる。その次が、順に7日前購入、コンパニオンフェアの順となる。ただし、グレイハウンド USA とグレイハウンドカナダでは、 運賃の割引体系が異なるため、カナダからアメリカを経由する便はほとんど対象外。乗車前割引人数割引年齢割引その他、ディスカバリーパス期限内であれば、地域内乗り放題のパス。有効期間は7日間から60日間。対象の交通期間は、グレーハウンドのほか、提携会社のバスや鉄道が含まれる。期限と目的地を組み合わせると、以下の種類がある。 通常の運用車両を使い、次の自社業務を行う。ありがとうございます。